まあ、金額の話になった時に、はい、ぶっちゃけいくらもらってるかって言ったら1億円。1億っすか。はい、じゃあ森崎さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも。今日はいくつかのテーマに沿っていろんなお話をお伺いできればと思います。一番初めはですね、初っ端から下品な感じが出てますけど、まあ、プロサッカー選手においてのお金の話。森崎さんは1994年に選手権の大会優勝されまして、はい、でその選手権の前にジェフ市原さんの方から仮契約のお話があったと思うんですけれども、その際どういった形で森崎さんに接触をしてきて、でお金の交渉なども行われたのか、そういったところをちょっとお伺いできればと思うんですけれども、まあ、高校3年の時に、はい、プロになりませんかって話が来て、うちの自宅まで来て、はい、親3人と、まあ、当時 そのスカウンティングの方と3人で、はい、4人か、まあ、金額の話になった時に、はい、ぶっちゃけいくらもらってるかって言ったら1億円。1億っすか。あったらいいなってそんなわけなんですけど、当時契約金という形じゃなくて、なんか支度金という形で200だか300万ぐらいいただいて契約に立ったと。ただそこまでの実績において、例えばアンダー17とか、はい、まあ、今で言うと U20歳とか、はい、アンダーいくつとかっていう代表に入ってると支度金が500万ですもいたりとか、600万とかってやつもいたりとか、まあ、そこら辺の下のばらつきはありましたね。支度金と年俸ってのはまた別なんですね。別で、支度金ってのはあくまでも、まあ、生活において最小必要限だお金、これで、要はいろんなものを揃えてくださいと、はい、いった形の説明をされましたね。その接触は監督を通して森崎さんの方に来られたんですか。まあ、接触はもともと高校時代の監督を通してから、まあ、当然ね、うちの両親の方に話が来たという流れなんですけど、そうですね、話しかけてもらったのが高校生の夏ぐらいなんで、まあ、10月ぐらいにはプロになるっていう話でしたよね。ジェフさんからしかね、ほぼ来なかったんで、まあ、すぐ決めちゃいましたけど、まあ、仮契約後は、まあ、帝京との戦いで、まあ、ハットトリック取られて得点王になったじゃないですか。あの影響から他にプロからなかったんですか。もう契約してたんでね、まあ、当然やっぱりもう他から来ることもなかったですし、まあ、あと3ヶ月ぐらいで待ってくれればね、何チームか来たんでしょうけどね、まあ、人生紙一重ということでありがとうございます。すいません、下品なお話を初っ端から。下品ですよ次のテーマなんですけども、まあ、これもまたもうちょっとオブラートに包めというように思うんですけど、ナビスコカップですよね。1試合出場されてで2年で契約を解除されたと、はいはい、伺ってるんですけれども、その、まあ、真相たるやというか、まあ、いろんなメディアで私も、まあ、消えた天才ですとか、このメディア通して話聞いてるんですけど、再度ちょっとお話伺ってもいいですか。転落って表現が悪い。そうですよね書いてるのは確かに泣いてるのはロボですから、なんか、はい、転落してなんかもう落ちかけそうになってるか落ちてるかぐらいでも自分がダメだったっていうことなんでしょうけど、まあ、自分が考えてた世界じゃなかったっていうことで、まあ、この以前もね、テレビで楽しかったものが楽しくなくなったっていうことを言いましたけど、まあ、やっぱりいろいろとプロになるとやっぱりいろいろ管理されることがあって、はい、まあ、練習もちろんそうですけど、まあ、練習でああやれこうやれっていうのもそうですし、まあ、普段の私生活もそうですし、まあ、寮に住んでたんですけど寮の門限もあったしって、まあ、本当高校3年まで、ね、好き勝手にサッカーやってた中で、だからその時に初めてルールとか対大人がこういうふうに思っていることをこうしなきゃいけないんだっていうことを考えた時に、まあ、なかなかやっぱりついていくのが必死だったわけで、あとはもう本当に19、18ぐらいの時に3桁後半ぐらいのね、年俸もらってたので、面白いことがやっぱり遊びに走ってしまったりとか、まあ、いろんなことに興味を持ち始めた年頃でもあったんで、まあ、あんまりサッカーに対して身は入らなかったんですけどね、転落事故みたいなもんですよね
そこまでなんかサッカーなどう何がやってたんですかって言われてもね、なんかうまく言えないんですけど、まあ当然やっぱり公式戦出るために、ね、日々頑張ってトレーニングはしてたんですけど、まあ、結果ね1試合4分しか出てないんで、まあ、その4分もあれですよ、普段あのサッカー場の周りボールボーイって言ってるんですけど、はい、当時いなくて、はい、タッチラインに行けた時に一生懸命ボールゴーって取りに行って、はい、すごい投げようと思ったらお前稼いって言われて渡して、そこだけしかボール触ってないっていう。あそう面白かった。まあシビアな世界でしょうね。 TBS 系列の「ケータ天才」という番組で練習の時に、森崎さんが、シュートを打って決めたら、そのところでシュートを打つなんて、そこはパスだろうというのを、まあ、コーチか監督かに、指示されて、そこの言葉がきっかけに少しモチベーションが落ちてしまったというふうに。まあそうですね、まあ、かあれなんかちょっとテレビやで、ね、やらせすぎなんですけど、はい、あれもともとチームメイトの方とか、はい、あと外人とかにすごい結構言われて、まあ、好き勝手にやっぱできない、あ勝ったですよね、やっぱりボール出せって言われたら出さなきゃいけないでしょうし、まあそれも嫌になった原因の一つですけどね。言われることありますよ、もっとこうやって打つんだよ。ああ、今もちろんありますよ、ありますけど、私の場合ディフェンス、まあ、ガードを上げろと言われてたんですけど、ずっと言うこと聞かなかったですよね。そうですね、はい、だからこうしてるんですよ。2人で座ってるんでしょ。そう、おっしゃるとおりです。個人スポーツで、僕なんか団体スポーツですけど、話聞かないとかね、自分が自分がってことになってしまうと、やっぱり共通してうまく、ね、いくこともいかなくなるのかなって感じはしますけどね、うん、やっぱ監督やコーチがこう課題点を教えてくれてるのにかかわらず、その課題点を自分で頭では分かってても受け入れられずに、こう自分のスタンスを通す結果、プロとしての結果が出なかったっていうのは確かにはありましたね。私の場合は日々の練習の中で、まあ、先輩とか他のプロ選手からの圧力というか、まあ、ジョー選手もお話してましたけど、まあ、森崎さんが入られることで、まあ、ちょっとプレッシャーに感じていたとテレビではおっしゃっていたんですけれども、まあ、他の選手もそういう気持ちがあったのかなと。で、まあ、森崎さんを叩くという表現ではちょっと語弊がありますけれども、そういったことも実際やっぱ感じましたか、なんか俺を潰そうとしてるんじゃない。いや、そんなにあんまりなかったですけどね、なんかあんまり人の話に聞かなくて、まあ、自分で好き勝手にやってきたつもりはありますからね、まあ、それがあかんかったんでしょうね。後悔してますか。後悔してる、これ面白いだけど、はい、よく僕サッカーやめた後普通に就職して後悔してんですかってよくお客さんとかに言われることだったんですけど、人にはできないことを成し遂げられたから後悔はしてないってずっと思ってたんですけど、はい、もうほんとここ最近そのサッカー指導者になってから、まあ、後悔してますよ。なんだろう、30代までは、ね、全然だったんですけど、やっぱ30超えてからいろんなことを物事冷静に考えるときにやっぱり後悔っていうか、まあ、やり残したことやっぱりあるなっていう感覚はやっぱりありますよね。続いてのテーマはですね、プロにとって必要なスキル、まあ、僕が語れないですよね。いやいや、そんなことないですよ。スキルそのサッカー以外のスキルとしてもし必要なスキルがあれば、やっぱりコミュニケーション能力というか、コミュニケーションを図るということがまず多分第一だと思いますし、まあ、プロになってから、まあ、いろんな年上の方とかいて悩んでる時に、いやこうした方がいいよとかいうふうに相談してたやつがいて、まあ、賢いなと思ったんですけど、まあ、とても僕は真似できなくて、いろんなことアドバイスして、じゃあこれやってみようとかっていうふうな選手がすごいいい選手だなと思いましたよね。で、まあ、ちなみに僕らがやっぱり年上であれども友達であれども指導者であれども全く話しかなかった、まあ、自分が行き詰まった時にどうすればいいかっていうところでやっぱり壁を作ってしまって、まあ相談する人もやっぱりなかったですし、まあ両親に話すことにもなかったですし、そういうところでこの年になってみてね、いろんな方と接することでなんかまあもっといい付き合いができたのかなっていうふうな感じはあるので、僕は何ですかね、やっぱそういうコミュニケーション的なものだとはすごく感じると思いますね。それが一番多分必要なスキルだと思ったんですけど、
もう時すでに遅かったっていう実際周りにいる他の選手を見ていてコミュニケーション能力は優れていると。まあそうですね、だから僕の高校から同期で3人ジェフに行ったんですけど、まあ、1人後にあの日本代表まで行ったんですけど、やっぱりそいつ見てるともう本当に可愛がられるような、こうなんていうんですか、こう懐に入っているような人もね、まあ、そういうの見てて、あ、こいつが成長していくんだなっていう思いましたよね。その時に自分も同じことしてればねって思いますけどね。それがでも社会に出てみて社会人になってからも今一番重要なスキルだというふうに感じてます、ね、さあ続いてのテーマですね。現在あのサッカースクールをされていると思うんですけれども、森崎さんが足りなかったことが生かされているチームになっていますか。なんていうんですかね、失敗をもとに、ね、サッカーを教えてるわけじゃないですけど、まあ、自分だったらこうした方がいいのにとか、まあ、今の子どもたちとか、まあ、いろんなチーム見てて、まあ、楽しくできないのかなっていうところですよね。僕なんか高校3年生までは楽しくやってたんで、さっき言った通りなんですけど、まあ、それ以降は仕事じゃないですか、ね、プロ参加選手が、ね、いろいろ組織の中でやっていく上で、まあ、全然面白くなかったんですけど、じゃあ今の子どもたちに本当にサッカーって楽しいんだよっていうところを伝えたいっていうがためにスクール始めてやってますけど、まあ、また、ね、明日もサッカーやりたいなっていう環境を作ることも大切ですし、この前面白い話があって、あのサッカー人口の統計を調べたんですけど、生涯大人になってまでサッカーやる人って10人中1人だ、はい、だ9人やっちゃう。9人やめるってすごいですよね、うん、そうですね。でその9人やめて1人っていうのは一線で活躍してる人もそうですし、はい、まあ、社会人になって大人になってサッカーやってる、遊びにサッカーやってるのも含めてその一人だと思うんですけど、はい、小学校から親御さんがね一生懸命お弁当作ってねサッカーを始めたところからずっと来るわけですよ、はい、でもどこかでやっぱり小学生でやめちゃう、中学生でやめちゃう、高校生に行ったらもっと面白いことがあってサッカーをやめちゃう、そういうのが嫌なんですよね。だから好きなことをずっと好きで やり続けてほしいなっていうのがまず第一の願いであって、じゃあ楽しくやってください、今だけじゃなくて先を見据えて楽しくやってください。プロ選手になれよっていうことではなくて、生涯ね、なんかサッカーに関わるようなことをしていただいて嬉しいなと思いながら日々スクールをやってますけどね。楽しさをこう維持するための何かこう工夫ってありますか。楽しさってあの私も大切にしていることの一つなんですけども、悲しみとかって非常にこう共感しやすいなと思うんですよ。あとは恋人に振られたとか何かに失敗したってなると、隣で僕その人の気持ちを共感して同情することができるんですけど、楽しさってこう人それぞれな結構ところがあるんだなと思って、でそこを一つのチームというの中でどのようにこう工夫されているのか気になりますね。例えばサッカーだけに関して言えば、サッカーだけの楽しさを見つける作業をする。じゃあどこにその楽しさの趣があるかってことを考えたときに、まあ、僕今遊びでもサッカーやってるんですけど、はい、まあ、自分で得点を取るところに楽しさがある、あとは仲間と一緒にいることに楽しみを感じる。多分いろいろあると思うんですよ。仕事しててもこの仕事での楽しさってどこなの、まあ、僕はそういうふうに考えてるんですけど、で適当に考えて楽しきゃいいやっていう楽しいじゃなくて、一つのことに対しての楽しさをどこにあるのかっていうことを考えて、それを追求することが僕はそういうふうに考えてますけどね。だから今スクールやってますけど、子どもたちの楽しさが今どこに向かってるのか、変な話なんか、まあ、サッカーにあまり興味なくて遊びに来てるような方もいるんですけど、まあでもここに来たいっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういう子に対しての接し方ももちろん、ガチでサッカーやりたい人の子の対応ももちろん、まあ、いろんなところの楽しさは個々に持っていていいとは思うんですけど、そういうのをね見ててどういうふうに感じてるかっていうのを眺めてるのが結構好きですけどね。次のテーマは森崎さんから吉田に質問ありませんか。特になければ大丈夫。これすごいこと聞いていいですか。乗せらんないか。いや大丈夫です。乗せらんないか。大丈夫です。いやだから1年ぶりから来たの。はい。すごいいい良さげな、ね、これもほらジーパン生地で。はい。ありがとうございます。デニム素材。デニム素材です。儲かってますか。それだ。儲かってそれちょっとあのどっち。そう、なんて言っていいか分かんないですけど、それどうしようかな、儲かってますか。黒字です。あ、
おかげさまで黒字です。でも私のお小遣いは増えません。はい。お小遣い3万円です。本当ですか？本当です。シビアですよね。シビアです。最後にですね、本来番組のコンセプトを先に、まあ、お話しするべきだとは思うんですけれども、結構堅苦しくなっちゃうかなと思ってなんとなく進めさせていただきました。一応この番組のコンセプトが、私がアスリートをお招きしてフジテレビ系列の笑っていいと思うという番組の中でテレフォンショッキングというコーナーがあったんですけれども、テレフォンショッキングにインスパイアされた番組です。アスリートがアスリートを紹介して、いつの日かタムリさんをお招きしたい番組というコンセプトを持っております。ですので森崎さんには次のアスリートをご紹介いただきたいと思っております。これタムリさんの許可って取ってるんですか？いや取ってないです。取ってないです。来てくれるかもわかんないですけどね。でも5年以内にという目標、タムリさんお願いします。あ、紹介ですよね。はい、紹介です。あれ電話とかない？あ、電話ちょっと黒電話ですか？黒電話ない。黒電話ない。ちょっと、はい。次回用意。パネルとか作ってもらえない？次回用意します。ポスターあれば貼っといたんですけど、はい。紹介していただけたら。はい、ですね、第2回目のゲスト。はい。また1回目、こんな僕だったんですけど、第2回目のゲストは、はい、なんと、はい、年齢と7個してくらい、カレン・ロバート。はい。もともと市立船橋高校のサッカー部の、僕の後輩でございました。詳しいことはウィキペディアでも見ていただければ、で本当にアスリートとしては申し分ない活躍された。最近だと実業家としても、そうですね、ヤフーのトップページでもローバーズ木更津さんというチーム立ち上げて、吉田麻也さんのところと提携、ね、してやられてますよね、うん、というね、ビッグな第2回から候補を期待、ありがとうございます。先代のゲストがやってきますので、ありがとうございます。じゃあ次回カレン・ロバーツさんお待ちしてます。森崎さん、先輩、今日はありがとうございました。ありがとうございました。少し歩こう。